参議院自民党の若手議員27人が来年の参議院選挙の候補者選びについて8月の衆議院選挙の落選者などを公認しないよう谷垣総裁に申しし入れました昔のカードでいつまでも勝負をしていたは新しい自民党と国民の皆さんが認識するわけではない一人のために十人が落ちるようなことになってはならない。<laughs> 申し入れでは衆議院選挙の落選者や70歳を超える人の比例代表への公認を認めないよう求めています山崎元副総裁や片山元参院幹事長を念頭に置いたもので谷垣総裁はしっかり検討させていただきたいと答えました